それは歩いてきたんだろ車でか。被害を受けた今回の地震です。しかし、そういうふうな被害の中からここに集まっている私たちは、このところとか、ほとんど兵庫県外ですけども、まずは神戸市外に亡くなった生徒の冥福を祈る、あるいは親御さん、両親が亡くなられたその人たちの冥福を祈る、これが第一です。で、知っている子が一人、死んだり、亡くなられまして、まあ、その子とは、なかなか仲が良かったんですけど、これからはまだ復旧に何ヶ月やもう何年ですかかかる模様なんで、もう地域の方々と力を合わせて頑張っていきたいと思います。いいですよ、この時点で。あ、面白いことできた。